さんこんにちは。一立花チャンネルのお時間でございます。今日はママちゃんのスマホを取り替えに行きたいと思います。ママちゃんよそのキャリアに誘拐されて招待されております。あ、ママちゃんは何の歴史にするのか楽しみでございます。行ってみましょう。はい、新しく出た iPhone15。 いちかが見てるのは iPhone13 ですよ。それだってちっちゃかったから。いちかが見てるのは15ですね、これ。すごい。うん、プラス。こっちがプロ。プロですね。マックスの方ですか。そう、マックスの方です。さあ、さあ、ママちゃんも選んでいます。立花は？お、iPad。うちもこういうの欲しい。iPad ね。いいね。ピクセルにしたいよ。ピクセルパッドまで。これオヤンズのスマホ87。いやー綺麗。さあママちゃんは一体何のスマホにするのか、ちょっともうちょっと見てみましょうか。撮影許可はいただいています。周りの人が映らないように。スマホ、うん、ケースね。これがギャラクシー。ギャラクシーね。ギャラクシー。次は？お、エクスペリア。エクスペリア。一か持つならもう iPhone がいいんじゃないの？ iPhone ってこれ？うん、違う。うん。さあ、ママちゃんが選んでおります。iPhone プラス、何に違うの？何？プロと、うん、カメラでしょ。カメラ、うん、こっちの方がいいの。カメラ性能抜群。意外にさ、そんなに大きささ大きすぎるように感じないよね。うん、うん、すごい邪魔。プロでしょ。これアマだ。アマだ。ね、アマじゃないガラケーでしょ。そう、 iPhone11 はガラケーです。おやんずはこっちが気になりますね。こっちがいいですよ。こっちはウォッチもんだね。ウォッチね。おやんずはピクセルの6です。使ってる、うん、ほら見て、私の名前はフワちゃんです。そうだね。一家に持たせたいな。おやんずは使うのったこっちがいいかな。おやつこれ欲しいです。これプロ、8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 プロ。プロってなると、ね、カメラがすごいズバ抜けてよくなる。あ、なるほど。そりゃ欲しいわけです。そう、動画には持ってこいのでね。裏は、あ、こっちに SE あるじゃん。そうそう、11ミニ。あ、これ UQ なの。おお、すごいね。え、これ開く。あ、そう、こっちにもちゃんと液晶ついてるのね。こっちはスマホで、で、こっちに開くとタブレット。すごい値段だよ、きっと。すごいね、これいくらなんだろう。すごい値段だよ。おやんずのおすすめはこちらでございます。何これ。8プロ、8プロ、はい、すごい。さあ、ということでママちゃんは一体何のスマホにするのか。さあ、悩んでいただきましょうね。いや、すごいね。プロにするか、プロマックスを持つか。まあ、値段次第じゃない。はい、
さらせちゃダメでしょ。これ見てください。これやめて、恥ずかしいから。これ iPhone のガラケー。 iPhone のガラケーってないかな。それではどうなるのかご期待ください。はい、いってみよう。ということで、ママちゃんの機種変更できませんでした。え、できなかったわけじゃないの？できなかったわけじゃない、契約はしてきた。ああ、在庫がなかった。ああ、1週間くらい。なるほど。なんかね、すごいね、 iPhone15 が人気でね、なんか店頭在庫とかないんだって。で、予約で機種変更、 iPhone15 Pro、128GB、キロバイトになりました。イエーイ。100万ボール。はい、ということで、ハマに来ました、ハマに。ハマ。107番。ちょっと混んでますね。107番です。はい。ということで、とりあえず、ママちゃんの機種変更は完了でございます。じゃあ、着席したら。はま寿司の映像に切り替えます。熱い。お姉ちゃんも食べてみて。もう思いっきりついた。おいしい。おいしい。一食べて。おいしいよ。すごいよ、シャリなしだって。シャリなし、すごいね。ね、食べ放題みたいなもんじゃないか。エビの天ぷら。おいしい。それしかないの？中身。すげえ。これをつけて食べる。うん。かき揚げ寿司。かき揚げ寿司。かき揚げ寿司。思ってたときが、ちょっとね。マジでそのまんまじゃん。あれ、ポテト？ポテト。じゃ、食べていきまーす。はま寿司食べ終わりました。いっぱい食べましたよ。はい。行っちゃったので、席を立ちたいと思います。2000キロカロリー食べましたよ。次行きます。はい、はま寿司食べ終わりました。はい、今日はですね、朝米だから始まり、買い物を済ませて、まだ食ってるわ、ね、ママちゃんの、機種変更をね、契約を済ませて、今日完了できなかったよね、うん、iPhone ね。なんかすごい、あの充電ケーブルの部分が変わって人気があるみたいですよ。もうウヤンズはね、 iPhone じゃないんでよくわかんないですけど、で先ほどお昼ご飯としてはま寿司食べ終わりました。うん、はい、食べたね。食べた。なんとなくね、今日一日で5000キロカロリー食べてみようかなと思って、朝米田で1800キロカロリーか。じゃあ1800キロカロリーか。で、今はま寿司で2000キロカロリー。食べてみました。今3800キロカロリーです。はい、で、まあ外食もね、お金がかかるので、まあ、あとはお家に帰って1200キロカロリー、ちょっとね、揚げ物を中心にね、行ってみたいなと思います。ポテトとかね、揚げたこ焼きとかね、まあ、そこはお家でお家ご飯ということで
べるのね大変だわ、なかなか食べれません、はい、美味しいけど、まあお腹にも限度がある。うもうね、あの親父もね、なかなかこう体作って減量をねやってる形なんですけど、まあ食べれないね、食べれない。1日2000キロカロリー食べないぐらいの生活してるんで、もう一発朝食でね1800キロカロリーとか体に入れちゃうとね、もうね体がびっくりしちゃうね。まあロングで走る時とかはね、あのエネルギー必要なんで体に入れないといけないんですけど、まあそんな形で、はい。で、次回の動画なんですけど、流します。そうだよね、動画からね、まあ、ちょっとねちょっとあれなんですけど、まあこの動画の次にその動画が上がるかどうかわかんないんですけど、まあちょっとね、まあ3人でママちゃんはちょっとあれなんだけど、3人でまた計画してることがあるので、まあ次の動画になるか、その次の次になるかあれですけど、まあ楽しい動画にしたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。ただみくんさ、あのマイクラのレゴ買ったから、もしあのライブできるかもしれない。ああ、そうだね、またリッカがねちっちゃいレゴ買ったんで、生配信でまた組み立てながら雑談動画やるかもしれないんで、こちらまた見てください。はい、緊急で行います、よろしくお願いします。それでは結構ね皆さんのおかげでチャンネル登録もコツコツと積み重なってきております。はい、ただもう一踏ん張り、目標まで到達しておりませんので、よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録をポチッと押していただければ、簡単だから、はい、すごい嬉しいです。高評価もぜひポチッと、そうだね、あとも気楽にコメント、もっとあせとか構成とか面白かったよとか、あでもいいよ、うん、あでもいいでもうでもええー、でもおでもいいです。はい、何か書いていただければそれはそれで楽しいかなと思います。はい、はい、じゃあ今日の動画はそれで収めたいと思います。はい、はい、じゃあ、はい、また次の動画でお会いしましょう。